時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かにその点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にも会ったんだろ？どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。 Which business people are always friendly when it's with their interest? こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや？国政に会ったのか？何か言われたか？仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。 Ningguang is highly intelligent. Ningguang is highly ambitious. Intelligent. ああ、彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラさ。Makes sense。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。And now they are trying to reproduce the skill of permission. ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば、敵化州にも総選儀式に必要な品があるのか？ああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵化州に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵化州は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリユリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが完全に消失したわけではない。野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生香の香炉に入れることが宗先の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。 You mean you need me to fix them? So you need me to sing? ああ、お前の歌声が花の香りをより一段上げる。お前、歌は得意か？ I can hold a tune. I'm a pro. Just step back and listen. ふーん、本当かな？やってみればわかるさ。Kemana ini?
Lokasinya di belakang, oh, 70 meter. Sa, omae no uta o kikasete kure. Clear throat. Jadi gini ya anjir. Sini kalian. Oh iya. Kenapa enggak gua lemparin ke sono aja? Hey. Ah, shit. Oh, no. Boom. Nah, gini kan. Oh, shit. You cannot hit me. Oh, gak kena. Hai. Shit. Azat de sho? Boom. Apa ini ngepak ini? Paimonnya ngepak. Kore wa Trick Flower という魔物だ。ん？この花弁。もしTrick Flowerはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。Paimonnya ngepak. Coba gua restasi. Bentar, bentar.ルリユリじゃないぞ。ルリユリは殴ったりしない。おお、がっぱかろいに、アプスクアレスタ。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁。面白い。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで。今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は操船儀式に使えるか？残念だが、できないな。そんな。何？カニュー。ルリユリをお探しですか？あ、お前、名前が思い出せない。クリティン、カニュークリティン、ヤヤンニャンニャンニャン。こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え？私教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。 It is not a secret, so perhaps you just assume we know. Guess I was our foul for not asking. Imu juga suaranya ini. Shimatta, wasureteta. Oh, Kao, nanka kao iro ga warui zo. Sore ni,
最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。お、あの時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？玉境内は帝君逝去の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日、玉境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん。この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかし、そのうちの5人はすでに去っています。So, that means? ええ、帝君の魂が皇天へと帰り、俗世にいる最初の七神は、モンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め、2000年前とは違います。Oh, ini. Inazuma Raiden Shogun. Namanya kalau nggak salah Raiden Shogun. Inazuma tempatnya, kayak Liwe Rex Lapis. Kayaknya lu. Gua nggak tahu juga sih, ntar. 今の属性の七七世。最も若いスメールの総神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。Oh, Dendrunter tempatnya Sumeru. 3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに、神とのお別れを知らないのです。では、そのお別れについて、どう思う？急に聞かれても、人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユへのために戦いました。にキリン、キリン。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として今日まで働いてきました。 So you are half Kirin. That explains the horn. So you are how old? That explains the forgetfulness. Nah, satu aja lah. 他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユへの民謡でしたから、ご安心を。おはー、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。Zhongli, you seem suited to working in
agricultural development。 うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ校に戻ろう。あ、どどどど。わ、コンベクネに。あれ、何があったんだ？洗顔群がたくさんいるぞ。ファリュイも。いつもと。の、クラバタン。ああ、お嬢堂の勝利先生か。Dialognya yang tadi kelewatan。 戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか？おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか。双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だが、リーユエ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで、人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それで？どうしてファデュイが非難の的に？全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそ、ファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって、七星も大したことないな。とにかく、勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやら、リーユエ校の様々な矛盾が限界に達したみたいだな。Is there anything can we do? We cannot just stand by a watch. Anything? それは、特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ、簡単ではないだろうが。あ、そうだ、勝利先生。王城堂も巻き込まれて、今、戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ。旅人、一触即発の爆発を止めるより新刊はどこにあるか、お前も考えてみるといい。ふう、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで、勝利が言った新刊ってなんだろうな。チルテ、デッツキングルカイ。ユクノミスターモニ。ユクノミスターモーモニデンセンス。オッケーに、パケヤンに。なるほど。確かに、こういうトラブルを楽しみにしてるやつといえば、あいつしか思いつかないもんな。
きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？ There only one place he would go. Follow me. One place.Oke, langsung menuju. Gak bisa teleport ya itu ya. Udahlah, dari terbang aja. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.